皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は私のお父さんのプレゼントを買いに行く動画でございます。イエイ。で、今からどこのアップルストア行こうかな、なんかスマートフォンも古いから新しく買おうかなっていうことで、アップルストアでお父さんの誕生日プレゼントを買って、それを実家に持って行って直接パパに渡すっていう、お父さんの機嫌が良ければ、ああ動画に出てもいいよみたいな感じになるかもしれないっていう記念すべき動画ですよ。わかりません？皆さんぜひ本日の動画お楽しみください。まあ、とりあえず行ってきます。到着しました。こちらは新宿アップルストアです。人がすごいですね。今から買ってきます。一番人気の色って何ですか？ちなみにこの6色展開なんですけれども、はい、結構色ありますもんね。そうなんですね。で、意外と出てるのが白と黒あ、白人気なんですね。そうですね。他のなんかカラフルな色とか買う人いるのかなと思ったんですけど、意外と白シンプルで人気なんですね。そうですね。すごい。じゃあ喜ぶと思います。お品物、はい、確認の方をお願いいたします。はい、iPhone XR ホワイトの64GB。 はい、64GB。 皆さんありがとうございます。どうもありがとうございました。じゃーん、喜んでもらえると嬉しいです。ということで今からちょっと別の予定があるんで、そちらに向かいます。やっぱりめっちゃ変な目で見られる。待ち合わせ時間まで長かったので、 H&M で服を買いました。おお、ありがとうみたいな感じになるか、もうはっちゃけて、え、嬉しい、ありがとうって言ってくれるか、どっちかしかないですよね。喜んでもらった方が動画映えすんじゃないのかなっていうね、ユーチューバー的な考えが今あるわけですよ。これってさ、そもそもこうやって着るやつなんですよね、多分。ちょっと待ってね。これでこうやって肩出して着るんだと思うんですよ。で、こうなんか萌え袖みたいなことしたりとかやれると思うんだよ。今先ほど言った飲み会がこちらでございます。以前MV に出させていただきました元ジャニーズのハルさんです。ハルです。ウェーイ。ウェーイ。そしてお笑い芸人のカモメンタルさんです。どうも、カモメンタル牧野裕介です。はい。キングオブコントの2000? 一応ね、13年のね、一応チャンピオンです。はい。すごくね。いや、すごい。そんな方々と飲んでるわけですよ。地元の駅に着いたんで、こっからタクシー乗って実家に行きます。ママ寝てる？ママ？あ、寝てる。さすがに寝てるか。まだお父さん帰ってきてないですけど、何時ぐらい帰ってくんだろう。まだ帰ってこない。なんか LINE でもうすぐ、既読つかないね。まだ やばいでしょ。そうか、 iPhone プレゼントすると思わなかった。なんか裏面もガラスになってるから割らなければいいんですけどね。前使ってる iPhone ボロボロでしたから大丈夫かな。ケース買ってない。それは自分で買ってねっていうことで、今まで使っていたスマホの SIM とちょっと形状変わってるんですよ、もう新型だから。だから多分 au ショップに後日行くんで、そこでいろいろお姉さんから聞くんじゃないですかな、ね、聞くんじゃないんですか、日本語が。これいいっすよね、アップルのこの袋、ギフトっぽくていい。ギフト用とかそういうラッピングやってないですよって言ってたけど、あの納得、すごい。だってラッピングなくても映えちゃうもん。映えますよね、これかっこいいですよね。バーかな、早く動画撮って寝たいな。初期設定もやんなきゃな。初期設定はやんないんだけどね、だって au ショップでやんなきゃいけないんだもん。なんか不思議なのがさっき iPhone で私
ずっと撮ったんですよ。外でいるときはこういうでっかいカメラやんのやだなと思って、だって目立つじゃないですか、このでかいごついカメラ、この人大丈夫みたいな目で見られるのも嫌だし、だからずっと iPhone 撮ってたんですけど、やっぱ iPhone って少しこのザラつくんですよね、動画が。暗いとことか撮ったりするとノイズが出ちゃう。まだおかえり。ね、ちょっとさ、渡したいものあんだけどさ、その瞬間動画に収めていい？これで分かるんだよ。これまずチケットな。ありがとう。でもすごいね、これスターシートじゃん。やば。ゼロ弾だよ。だからゼロ弾ってあれ何？バックネット裏？やば。ちょっと渡していい？何？プレゼントだよ。プレゼント？誕生日プレゼント。あ、ありがとう。これさ、ちょっとさ、渡すとこ動画撮っていい？どう？じゃあ、はい。こちら。何？はい。誕生日おめでとう。ありがとう。何でしょう？誕生日。違うわ。じゃあ、パパが使ってる iPhone がさ、もうボロボロだから、これ使ってくださいっていうことで。簡単じゃないか。あれ、何これ？ iPhone だよ。だから iPhone でしょ？ iPhone でわかんないよ。ちょっと、やっぱりほらね、予想通りのリアクションです。ほら、パパに iPhone を。うん。でかい。すごい、ね。ほら、これね、画面大きい方がいいでしょ？うん。で、これ。ほら、ホワイト。パパが欲しいったホワイトですよ。これ、はいでいいの？うん、はいでいい。そう、これ、大きいでしょ、画面。今までのやつ。大きいね。ちょっと比べてみて、今までの使ってるやつと画面の大きさ。全然違う。あ、全然違うね。よかったですね。よかったね。で、これ何？ iPhone 何？ 10R。10R って言うんだよ。そう、一番大きいから、だからフィルムも明日貼ってもらった方がいい、これ。え？そう、画面、一面画面だから。これ、ね、au 持っていけばいいの？そう、au 持っていけば貼ってくれるし、あとカードも入れ替えてもらえる。これ、何？ iPhone P？ 何？ P？ 10何？ 10R。10R？ 10R。あれ10なの？え？まあ、大事に使ってください。はい、ありがとうございます。はい。なんでこれくれたの？こんな感じで、お父さんに誕生日プレゼントを渡すミッションが完了したんで、この辺で動画終わります。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル、青木かのんの秘密箱も画面の下ありますので、ぜひチャンネル登録お願いします。また、次の動画でお会いしましょう。なんで俺を使うんだよ。何これ、これ。そんなすごいの？うん。すごいよ。うん。うん。iPhone？ 酔っ払ってます。え？ゲームだけど、SR。へぇ。そうなんですよ。で、これ何？うん。これシール貼ってもらうんだ。そう、シール貼ってもらう。かっこいいでしょ？うん。でかい。これね、もっと離れて、離れて、で顔をこうやってぐるぐる回すの。自分の顔を、はい。で、これぐるぐるか、あ、自分の首を回すの。自分の首を回すの。ほら。あ、で、またもう一回。で、もう一回同じようにぐるぐる。これがもう指紋認証の代わりだから。これからは。
日私は僕いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下